9月8日笹川記念会館において戦後サハリン残留を余儀なくされた方々の一時帰国を歓迎する帰国者懇親会が日本船舶振興会の主催により開かれました。今回一時帰国された残留邦人の方々は61名、そのうち関東周辺での訪問予定者18名の方々が当日の懇親会に出席しました。ここにお集まりになられましたサハリン残留の皆さんのこれまでのご苦労と一時帰国の労を取られました厚生省そして一時帰国促進の会の皆様に対しまして新人なる敬意を表しますとともに最大の感謝の誠を捧げました。さて皆様は戦争この後笹川会長から祖国日本の放送を聞いてくださいと単発機ラジオが送られました。特に、旧ソビエト地域戦後主義の問題ようやく本格的に調についたところでございます。皆様の問題それからシベリア抑留中に亡くなった方々の慰霊事業等も今年からようやく本格的に始まったところでございます。偉大な方とお会いできた、そして偉大な方からこういう尊い贈り物をいただいたっていうことはですね、サハリンにいる日本人にとりまして死ぬまで忘れることのできないありがたい贈り物と思っております。なぜかといえば吹雪になるだけ歴史の流れに翻弄され続けてきたサハリン残留邦人、平成2年の第一次帰国者以来今回で延べ371名の残留邦人の方々が祖国日本の地を踏むことができました。しかしその問題の根本的解決には至っていません。戦後処理は今始まったばかりです。誰かがその解決に向けて一歩踏み込まなくてはならないのです。ここでちょっとしたハプニング、サハリン同胞一時帰国促進の会から笹川会長に感謝状が送られました。サハリン同胞一時帰国促進の会代表遠山道、サハリン一時帰国団団長川端義子、気持ちでございます。そして一時帰国団一行は9月14日祖国日本を後にサハリンへと戻りました。